追年寺は、愛知県岡崎市門前町にある浄土宗の寺院。三号は、仏元山全徳院。本尊は、阿弥陀如来。三門1562年、徳川家康が大樹寺15世、誉れの儀記を解散に創立した。尾張を攻略しようと森山に陣を構えていた、松平清康は1535年12月5日、家臣、安倍正豊に切られ即死した。 家康は、祖父、清康の遺骸をこの地で、ダビに伏し、墓塔を建てて、全徳院墓塔と称したとされるが、家康が生まれたのは、清康の死の8年後である。また、次のような資料もある。清康の意外を岡崎に運ぶ途中、損傷がひどくなったために仮に祀った墓が、西尾市、長縄町の観音寺近くの二十歳にある。後に、大樹寺に移された。その後地には、 現在も、清康の祠として残っている。また、家康の聖母お大と性別以来養育してきた、清康の妹、久子が1561年に、岡崎城中で没し、その墓が遺言によって、清康の墓と並んで建てられた。随年寺の名は、久子の法名に由来するとされる。彼女は竹千代が今川市の人質となっていた時代には、 安城松平家の中で唯一岡崎にいた人物であり、竹千代に代わって、松平氏当主の権限の一部を代行していたとする、説を唱える研究者もいるほどの大きな存在であった。慶長、玄奈紀に入ると、松平氏ゆかりの辞社は、家康の先祖に対する敬意づけにより、自覚が高められた。1610年に清康の妹、 久子の五十年期法要が行われ、追前供養のため、大乗業を追日で社経する豚舎が模様された。1612年には、栗が、1619年には、岡崎の大工、坂田八重門によって本堂が再建された。岡崎藩の水野や、本岳の藩士や、近世前期の有力町人の墓が多い。松平清康唯一の絵画を有する。栗明治時代、 つい年児は様々な学校の校舎として使われた。境内の栗と書院は当時の姿を残すものとして貴重な意向である。一家の物件が、市の指定文化財に指定されている。ありがとうございます。